第3部一名同志社合同ステージを始めさせていただきます。大変長らくお待たせいたしました。続いて我々立命館大学応援団並びに同志社大学応援団がお送りいたしますは、日頃の応援風景をこの場に再現いたしました立命同志社合同ファイトのステージでございます。流れるような応援風景を存分にお楽しみください。それではお送りいたします。立命同志社ファイトのステージ。Thank you.
時が経つのは早いもの、我々同志社大学応援団によります。演芸奏残すところ最後の一曲となってしまいました。最後を飾ってお送りいたしますは、同志社創立149年という長き歴史の中で、常に同志社人の心の糧、心の支えとして先人たちによって歌い継がれ、有形無形の影響を及ぼし続けてきた生涯忘れぬこの歌、同志社カレッジソング、京都市呉竹文化センターにお集まりの皆様、誠に恐縮ではございますが、ご起立ご脱帽ご唱和のほどよろしくお願い申し上げます。エンジンバスは神奈川県東光学園高等学校出身、はい、制作学部制作学科4回生、本年度同志社大学応援団第116代団長を務めます、大石真知優でございます。同志社カレッジソング、
我々立命館大学応援団がお送りいたしますわ。立命館大学象徴として苦しい時も楽しい時も常に我々の心の中にあるこの歌、立命館大学校歌、京都市呉竹文化センターにお集まりの全ての皆様、誠に恐縮ではございますが、ご唱和のほどよろしくお願いいたします。エンジンますわ。京都府私立立命館宇治高等学校出身、吹奏楽部4回生令和6年度立命館大学応援団団長を務めます中村由衣でございます。最後までのご清聴、誠にありがとうございました。